悟空の無事が分かってから約1年の時が過ぎた。そんな中、突如として地球に飛来した邪悪な木、それはなんとフリーザの木だった。悟空のいない今、地球の命運は絶望的と思われた。が、誰もが諦めかけていたその時、謎の少年が現れフリーザをあっさりと倒してしまった。少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に対し、自分は未来からやってきたベジータとブルマの子供トランクスと名乗り、3年後に恐ろしい人造人間が現れると伝えるのだった。フリーザをも圧倒したトランクスをして恐ろしい存在と言わしめる人造人間、果たして悟空たちは勝利することができるのだろうか。程度成長したか確かめてやろう。強くなったな、ご飯。俺は嬉しいぞ。ピッコロさんのおかげです。
したんですか？あんまり元気ないみたいですけど。この先化け物と一戦やらかさなきゃいけないって考えるとあんまり浮かれてらんねえよ。俺はサイヤ人じゃないんだぜ。よしごはん、ベジータたちの次は俺たち親子の修行の番だ。はい、本当にもう修行を終わらせちゃっていいの？ああ、精神と時の部屋は相当体にきついからな。十分に休めてやった方がいいぞ。お父さん、なんて言ったの？僕がセルト？やれ、ごはん。平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ？孫ごはんなど、すぐに殺してやる。お前の見当違いのせいで、息子は死ぬのだ。孫悟空！貴様の責任だ。ご飯を殺したのは貴様だ。慌てんなピッコロ、ご飯の気は全然減ってねえだろう。さあ、これからが本番だ。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。
殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言っている。貴様には100年経っても私を殺すことはできない。とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。きっとお父さんはそいつを計算して。おお、だがそんな話を聞いておじけづくとても思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくない。助けに行くぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。そうすればご飯の真の力が解放される。悟空、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているのか分かるか。なぜお父さんは僕がこんなに苦しそうなのに助けてくれないんだ。忘れるな。物力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。やられてもいい。俺は行くぞ。待て、俺も行く。正しいことのために戦うのは罪ではない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ。出来損ないね。私のパワーは完全に負けている。だが勝敗は別だろう。これから私は自爆する。誰にも止めることはできない。やっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。
コップ。お前、まさか、瞬間移動で。バイバイ、みんな。ごはん、母さんにすまねって言っててくれ。ごくろー！なんだと？この木は？驚いているようだな。どうやら自爆した時に運よく核が残っていたようだ。あ！お父さん。孫悟空は無駄死にだったようだな。そうか、生きていたか。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。お父さんの敵討ちだ。私が。やったよ、お父さん。セルを倒し、またもや地球の危機を救ったゴハンたち。だが、払った犠牲は大きい。そんな悲しみや苦しみを乗り越え、ゴハンは強く明るく生きていくことを誓うのである。